DS BDS はい、スペルス先生キュンとね、七夕の日なんですけど、七夕というとね、ハム太郎のジャジャハムちゃんとね、コウシ君がなんかラブストーリーをね、繰り広げた、ストーリーをね、僕ずっと覚えてます。それさておきね、皆様夏になると髪を染めたりするんじゃないでしょうか。はい、僕もね、夏になると、夏じゃなくても筋肉つけるんですけど、多分みんな染めると思うんですよ、夏休みとかいろいろで。はい、今までね、髪を染めた動画はね、いっぱい撮ってきたんですが、眉毛をね、染める動画は撮ったことないんで、今日紹介していきたいと思います。で、基本なんか美容室とか美容院とかでやってくれるところが少ないと聞きますね。なんか危ないんで、目が。でもね、お母さんがね、もう小島よしおさんみたいなね、眉毛になれって言うんで、僕はまあなんかコロンビア系のね、濃い眉毛は憧れたりするんですが、まあ今回はね、ちょっとこの髪に合わせた眉毛にしようかなって思います。で、これを紹介します。てれーギャッツビー。はい、やっぱギャッツビーのね、染め子はね、定番ですよね。で、本当はね、乃木坂のね、染め子をね、変えたかったんですが、あれね、シャカシャカじゃないんすよ。はい、なんか回すタイプで、ああいうのやだ、俺は。こう回すタイプのやつは嫌だ。シャカシャカがいいんすよ。シャカシャカだったら絶対乃木坂さんをね、優先して買ってたんですが、うん、ギャッツビーで。じゃ染めていきましょう。でね、今日はね、この後、とあるね、県に行くんで、ちょっとね、急がないとやばいっす。眉毛、眉毛。液体がね、2個しかないんで、すごく簡単で、僕は好きです。僕もいつかなんかこのパッケージの人になれたらいいな。眉毛だけのさ、染め子ってないんだよね。はい、眉毛だけの染め子作ってほしいわ。ブルルルルブルルル、いくぜ。で、紙コップにね、適当にブブって入れて眉毛に描く。眉毛とね、地毛ね、色が違うんすよね。眉毛はチンゲと同じ色で。で、あと眉毛はね、危ないんで、ほんと気をつけてやりましょう。はい、こんな感じです。で、なんかちょっとね、眉からはみ出てるやつは、新しい綿棒でちょっと取ります。で、なんかちょっとね、これもったいないんで、前髪ちょろんぽね、しようかなと思います。前髪だけすることによってね、眉毛と、まあ、髪がね、こう、フィーリングするんですよね。はい、できました。30分ぐらい置いて、眉毛ね、なんか、あんま変わんないような気がすると思うんですが、若干色がつきましたね。で、今ちょっとね、皮膚弱いんで真っ赤にな、周りがなっちゃってるんですが、前よりね、なんか、こう、髪とのフィーリングが、合ってるような気がします。で、髪にもねちょっとやったんですが、髪は全く分かんないです、違いが。はい、眉毛染めたんですが、まあこんぐらいでいいんすよね、はっきり言って。前なんか高校を卒業した瞬間にスーパーサイヤ人にした動画あったじゃないですか。あれ眉毛がもう全くもうないような感じがして、ブリーチしまくってもうない感じになっちゃって、変な風になっちゃったんですよね。だから今回はこんぐらいでいいかなと思います。ぜひみんなもね、ものすごくね、気をつけて、保護者のね、同意の上、やってください。ってことなんでーす！ See you! And good back to see you! 七夕の願いは、みんなが幸せになれることだ！ PDS 株式会社。